初詣での老女稲荷神社へ参拝する、女性神前での拝礼参拝とは、神社、寺院、教会、母廟などの宗教施設を訪れて、神仏や死者に拝む行為のことである。なお、祈願者本人に代わって参拝することを第三、祈願した神社や寺院に参詣せずその方角に向かって、参拝することを要拝という。同様の言葉に、参詣があるが、参拝は、 拝むことに主眼があるのに対し、三景は謝辞へもう出ることに主眼がある。ただし、謝辞に参拝するためにはそこへ猛出ることになるので、一般には、両者は、同義の言葉とみなされている。特定の複数の謝辞協会を続けて参拝することを、巡礼、巡拝という。一般的な参拝作法の大きな流れは、神社、寺院とも以下のようなものである。 鳥居や門をくぐる前に一遊をする。帽子を着用している場合は脱ぐ。上手者で手を洗い、口をすすぐ。神前、仏前に参る前に身を清める行為で、神社の場合は、略式のみそぎということになる。祭銭を祭銭箱に静かに入れる。本壺鈴、ワニ口、などを鳴らす。拝礼を行う。寺社によっては、蒸気と異なる参拝方法の場合もあり。 多くはその胸の表示がある。一般には拍手と一杯の間、もしく合唱の時に、神仏への祈願などを行う。寺院で手を合わせるのはインド等での挨拶に橋を発するもので、拍手とは異なる。神社でのりとを唱える場合は、二杯に拍手と一杯の間に行ったり、再杯の後にのりとを唱え再度二杯に拍手一杯を行ったりする。正式参拝上記は、 社頭にて行う略式の参拝であるが、他に、拝殿に上がって行う、正式参拝がある。正式参拝は、社務所にて正式参拝を行いたい旨を告げ、拝殿に上がる。新職による、終罰、のりと創上の後、神前に玉串を捧げて拝礼する。この場合も一般には二拝二拍手一拝であるが、新職の指示に従う。その後、直来として、新種をいただく。 古代においては、参拝、参詣といえば、近所の神仏に参り、猛出るものであったが、平安時代頃から遠方の社寺にも猛出るようになった。平安時代末期頃から貴族を中心として、熊野三山、高野山、伊勢神宮への参詣巡礼が盛んに行われるようになった。特に、熊野参りは人気となって多くの人が参詣し、狭い参道を、 人々が列を成していく様は、あの熊の参りと呼ばれた。近世になると、交通網の整備に伴い庶民の遠出が、坂になり、伊勢神宮、琴平宮、善光寺などへ、全国から参詣者が訪れるようになった。遠隔地への参詣には、費用がかかることから、人々はこうお組織し、お金を出し合って代表者が第三を行うという、習慣も生まれた。 また、伊勢神宮への参詣では、道中で無一門になっても、沿道の人々の援助によって旅が続けられるという、抜け参りという風習もあった。これは、援助をした人も参詣した人と同じご利益が得られると考えられたためである。歴史的には、天皇が神社を参詣する場合には、行行の子が用いられる。鴨の行行、岩清水行行などがそれである。 ご配を指す場合には、心配と呼称する場合がある。心配とは、直視を介さず直接拝礼することである。心配の対義語は、大拝。また天皇が、神宮や天皇陵を心配する場合には、親越と呼称する。ありがとうございます。